新谷正義君。新谷君自由民主党の新谷正義でございます。本日はこの予算委員会の場で質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。まず冒頭ですが、先日、安倍総理が辞任を表明されました。私は医者でもありまして、これは医者として申し上げさせていただければ、今、その原因として報じられている潰瘍性大腸炎、これは難病でございまして、 腸のの炎症が持続すする不の病でございます時に再燃悪化することがあり、再燃して放っておけば、これは命の危険にもつながります。画期的な新薬によりまして、まあ、以前よりは再燃が抑えられるようにはなっておりますが、いつそれが起こるかわからない、その大変さは余人には想像を絶するものがございます。 直近の147日連続勤務も大きな負担になったのではないかと推測をしておるところでございます。そのような難病を抱える中、国の舵取りをするという重責に耐え、人口減少が進み、同時に安全保障環境が大きく変化する中、我が国の平和と発展に多大な貢献をされ、憲政史上最長の在職期間という長きにわたり、総理大臣として尽力しておられます。心より感謝と敬意を表したいと存じます。 長期政権でありましたが、この長期政権であることが、外交においては大きな力となりまして、まあ、地球儀を俯瞰する外交によって、積極的平和主義のもと、各国との連携強化、世界の平和と発展に大きな成果を上げてこられました。まあ、その他国への訪問回数は81回、飛行距離は地球約40周にもなるものでございました。安全保障においては、安全保障関連の法改正によって、 日米米間ののの信頼関係ははよりりり強強固ににななな同盟は強化され我が国の平和の維持に大きな力となっておりますまた、経済においては、アベノミクス三本の矢をはじめとする経済政策によりまして、まあ、これは昨年まででございますが、昨年までの7年間において、国民総所得は約73兆円に増えて、これは過去最高となり、企業収益、国、地方の税収はともに過去最高水準となり、 そして株価も2倍以上に上がりました。完全失業率も2%以上減少し、歴史的低水準となりましたが、同時に働き方改革も進め、日本の労働環境も大きく改善をしてきたところでございます。また、えー、将来世代にも思いを馳せ、財政再建にも取り組み、強い経済を力に消費税率を2度にわたり上げることで、長期における社会保障制度の安定化にも貢献をされました。 心から安倍政権のの国への貢献は非常に大きいと考えておりますしかし、今、世界は新たに新型コロナウイルスという大きな脅威に直面をしております。引き続き、次の政権間になっても、国を挙げて、この対策に全力で取り組んでいかなければなりません。先日、安倍総理からも発言がございましたが、えー、新型コロナウイルスによる感染症、7月以降の2度目の拡大傾向から、 やり減少傾向に転じております新型コロナウイルスの感染を抑えながらも、経済や生活を継続していくことは非常に困難な課題でございましたが、何より国民の皆様、一人一人のご努力の積み重ね、また医療機関や保健所といった現場の皆様の多大な働き、そして安倍総理をはじめとする関係閣僚の皆様の、あるいは厚労省などの関係機関の皆様の対応が、 こうをそうしてきていると、そのように私は考えております。しかし、まだまだ予断を許さない状況が続いております。これまでの対策も踏まえ、現在の感染抑制の流れをしっかりと継続していかなければなりませんし、また次に来るかもしれない感染拡大の防止にも、これはしっかり備えていかなければなりません。引き続き、国を挙げて感染拡大防止に全力で取り組まなければならない中で、 このたび、新型コロナウイルス対策について質問させていただきたいと、そのように思っております。新型コロナウイルス対策として、国民から大きな期待を寄せられているのが、ワクチンによる感染重症化予防でございます。ワクチンの開発は、通常は、えー、かなり長期に及びますが、今、国内外の研究機関や製薬企業において、例を見ないスピードで開発が進められているところでございます。その中で 先日の対策パッケージにおきましては、全国民に接種できる量の確保が掲げられておりまして、まあ、必要な対策をぜひ進めていただきたいと思っております。一方で、必ずこれは目を向けなければならない課題があると思います。それがワクチンにおけるリスクコミュニケーションの問題でございます。ワクチンに限らず、薬には副作用、副反応がつきものでございまして、そのリスクとリターン、 このバランスを見て承認がなされますどの程度のリスクがありどのようなリターンがあるかこれはあくまで科学が決めるものでございますこのリスクとリターンを国民一人一人に向き合っていただくようにお伝えすることがまさにリスクコミュニケーションであろうとそのように考えております政治の役割は現時点における科学により証明された正しい情報をきちんと伝えていくことえそのように考えております これを実現していくために、やはり報道機関にいらっしゃる皆様にも協力を要請して、意識を醸成するなど、あらゆる手を尽くすことが必要であると考えております。このリスクコミュニケーションですね、これがうまくいかず、ワクチンを十分に打つことができなければ、諸外国のワクチン接種が進む中で、我が国だけウィズコロナ状態が続くということになりかねません。ワクチン施策のの課題と、えー、として、まあ、これは一つの例を挙げると 子宮頸癌がんの原因となる HPV のワクチンがございます。HPV ワクチンについては、子宮頸癌がん予防効果が高いとされる MSD の休暇ワクチンが承認をされたところでございますが、それでもいまだに、えー、政府による積極干渉は再開できておりません。日本では毎年、子宮頸癌がんによりまして、約3000人もの方々が命を落としております。しかし、えー、このほとんどは現在、 ワクチンによって救える命でありますが、目下、国全体では、この毎年3000人の死者は、あまり注目されていないのが現状でございます。病気になってからの医療提供体制を整えることはもちろん重要でございますが、予防できる疾病をしっかり予防し、救えるはずの命を救うことこそ、最も重要だと考えております。現在ののコロナ禍で国民かかららワクチンの期待が高まっている今だからこそ 正しい知識をしっかりと伝え、多くの国民に正しく接種を受けていただく必要があると感じているところでございます。まあ、こうした啓発はです、ねえー、民間や報道の力を借りて進めるべきと考えておりますが、えー、例えば子宮頸がんの検診の分野、これにおいては IT 企業の DNA や製薬企業のロシュなどが地方自治体とともに、ブルースタープロジェクトという住民向けの子宮頸がん検診の啓発事業を、民間資金のみで、 実施をしているという例がございます個人的にはワクチン分野の啓発についてもぜひ民間企業等で啓発のアイデアを出して活動してもらうべく私も働きかけを行っていこうと考えておりますまあ、このような状況の中でワクチンに関し加藤厚生労働大臣にお尋ねをいたしますまあ、国産外国産にかかわらずワクチンの確保に努めるとともに特にこの、えー、ワクチンのリターンが見落とされがちな我が国において 接接種種したくても接種できないといいとう状況を避ける必要がございます国民一人一人が自らの決定に基づいて、ワクチン接種を行えるよう、これから開発されるであろうワクチンの接種に関するリスクコミュニケーションの在り方について、お考えをお伺いいたします厚生労働大臣、加藤勝信君今の委員からです、ね、ワクチンそのものに対するさまざまなお話、そして特にリスクコミュニケーションの重要なお話がありました。 今回の新型コロナウイルス感染症のワクチンについては先般も今後の取り組みで明らかにさせていただいたように全ての国民への接種を目指してその量を確保するということにしておりますそうした中で研究開発の促進国内生産体制の整備に対する支援に加えて今海外のワクチンメーカーともですね、適宜交渉を進めトータルとして 確保しそして早期に国民の皆さんにワクチンが供給できるよう取り組んでいるところであります。ただご指摘のように、ワクチンが実用化された際に、接種の皆さん方が、委、ま、員、あ、はリスクとリターン、まあ、私どもは有効性、安全性という言い方をさせていただいておりますけれども、まあ、そこをよく理解をしていただいた上で、 これは最終的には個々の方の判断によって打っていただくということがベースになるわけであります。まあ、そういった意味で特に今回のワクチンこれまでにないスタイルのワクチンもいろいろございます。まあ、そういったことにつ含めてですね、あの一つ一つ説明をして、そして理解をいただく、そしてその必要性、そしてもちろん一方での安全性に関することを含めてしっかりと。 おお、理解いただいた上で判断していただける環境を作ることが必要だと思っております。ただまあ、現時点においてはワクチンがすでに開発されたというものは特にございませんので、安全性、有効性について具体的に申し上げる状況にはありませんけれども。 しかし、さまざまな情報を収集し、科学的知見に基づいた正確な情報をその段階段階でですね、国民の皆さんにしっかりと発信をしていきたいというふうに思っております。またそういった中で、今、言うお話のように、民間の方々等ともですね、おいても、そうした発信をしていただけるということが、トータルとしての国民の理解の増進にもつながっていくんだと思っております。また、政府では、新型コロナウイルス感染症対策分科会において、 リスクコミュニケーションに係る議論も様々いただいたところでございますまあ、それらも踏まえてワクチン接種に関する情報収集情報刷新の在り方について引き続き検討し具体的な対応を図っていきたいというふうに考えております新谷正義君ありがとうございますぜひご取り組みをよろしくお願いいたします次に医療機関への支援の必要性に関する質問をさせていただきます新型コロナウイルス対策,対策の最前線は間違いなく医療現場でございます 本当にリスクと向き合いながら、えー、自ら犠牲にして尽くしてこられたところでございます、えー、このやはり他国と比較して新型コロナウイルスの犠牲者が少ないのは間違いなくこの医療従事者の皆様のおかげだと考えておりまして、えー、改めて感謝をお伝えしたいと思っております一方で医療現場は危機を迎えております 日本医師会が実施した調査では、病院の収入、これは大きく減少していると聞いておりますし、さらに医療物資や人手の確保にも課題を抱えているのが現状でございます。医療物資でいえば、今後、万一感染爆発、これ爆発的感染が起きた場合の供給体制、これはまだまだ足りていないのではないかと思っているところでございます。まあ、例えば、消毒液で言えば、消毒液そのもの以外にも、ボトルやキャップ、 まあこういったものがえ何かしらボトルネックになることがございまして、しっかりと対応することが必要でございます。えー、まあそこで、佐古井政局長にお伺いをいたします。今回の対策パッケージでも、医療機関の支援を拡充する方針が示されているところでございますが、まあ、医療機関における医療物資の調達の支援、そして治療に当たる医療人材の確保、診療報酬による収入の支援を迅速に実施するとと,ともに、特に物資支援については、 先ほど申し上げたようなボトルの生産に至るまで、関連するすべてのメーカーの協力が引き出せるような、この配慮が必要であると考えておりますけれども、厚労省の見解を教えていただければと思います厚生労働省医政局長、佐古井雅美君ご答弁申し上げます。 議員ご指摘のとおり、医療機関では、新型コロナウイルス患者への対応を行っているか否かにかかわらず、外来患者、入院患者の減少によりまして、経営が悪化していると承知をいたしております。このため、コロナ対応を行う医療機関に対する診療報酬や、新型コロナ患者専用病床等に係る空床補償による対応等の支援。 またそれ以外の医療機関を含めた対応といたしまして、感染防止拡大、感染拡大防止のための支援、さらに当面の資金繰りの支援といたしまして、無利子無担保等融資の拡充等を行うことによりまして、地域の医療を継続することができるような支援を行うとともに、医療機関の人材確保につきましては、DMAT、DPAD 等を含む医療チームの派遣についての財政支援や、 人工呼吸器、エクモを扱う専門人材の養成等の取り組みを行っているところでございます。その上で、特に議員お尋ねの医療機関で必要となる物資につきましては、現場での供給の逼迫状況や、各物質の性質に応じて、国内需要等による供給力の拡大、医療機関への優先供給などの取り組みを行っているところでございます。アルコール消毒液などにつきましては、引き続き経産省と連携をいたしまして、 メーカー等への要請や生産設備導入補助金による支援等を通じまして、ご指摘のボトルも含めました供給拡大に取り組むとともに、希望する医療機関等に対しまして、メーカーから優先的に供給するなどにより、それからマスク、ガウン等の個人防護具につきましても、アルコール消毒液と同様に増産要請等を行う一方、輸入依存度が高く、世界的な調達競争が起きたことを踏まえまして、 国といたしましても、メーカー等から必要量を調達をいたしまして、個別に発生するコロナ患者を受け入れ医療機関の需要に対しまして、G ・ミスによる緊急要請の仕組みを通じて、迅速に無償配布を行うとともに、国内において必要な備蓄を計画的に確保していく対応に順次移行していく中で、次の需要の逼迫に備えまして、都道府県や医療機関等の現場備蓄用として、1ヶ月分を無償で特別配布を行っております。 今後とも経営支援人材確保物資確保など総合的な対策を講ずることによりまして医療現場の皆様が安心できるよう万全を期してまいりたいと考えております以<上>新谷正義君ありがとうございますぜひ対策を進めていただければと思います次に西村男児に対しまして風評被害対策に関し質問をさせていただきます新型コロナウイルス対策の最前線となる医療機関 あるいは介護福祉施設は常に感染の恐怖と戦っているところでございます。これらの機関は重い役割を担っているにもかかわらず、一度その施設内で感染が発生をすると、風評被害にさらされるのが現状でございます。長崎大学の調査によりましたら、院内の2割の方が、えー、これ、接触を避けられたり、えー、あるいは子どもの登園、登校自粛を求められたりとした、こういった経験をされているという、そのように伺っております。 さらに、風評被害は学校や幼稚園、保育所といった教育福祉施設でも発生をしておりまして、濃厚接触者の子どもに対するいじめのような出来事も発生をしております。まあ、子どもだけではなくてです、ね、やはり大人の感染者への差別や偏見、これも重大な問題となっております。さらに、今回のコロナ禍で大きな被害を受けている、えー、旅館などの宿泊施設や飲食店も同様でございます。 ただでさえ、今、厳しい経営状況にかかわらず、施設内で感染が発生して、風評被害が発生をすれば、これは取り返しのつかない致命傷となってしまいます。また、実際に施設内で感染が発生をした場合、その後の営業の休止や消毒の対応なども大きな負担となってしまうところでございます。もしもいじめや風評被害を恐れて、感染を隠すようなことが頻発するような状況に陥れば、クラスター対策もあまり機能しなくなり、 感染拡大防止の妨げなる危険性もございますそこで新型コロナウイルス対策の取りまとめを行っておられる西村大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますまあ医療機関や教育福祉施設宿泊業者や飲食店といったさまざまな事業者への風評被害感染者への差別や子どもの間のいじめを防ぐためにこれはやはり報道機関との連携を図りながらさまざまな 対策が必要であろうとそのように思っておりますが、ご見解をお伺いしたいと存じます。国務大臣西村康稔君、大変あの重要なご指摘をいただいたと思っております。まさにこの新型コロナウイルス感染症はですね、誰もが感染する恐れがあるわけでありまして、差別や偏見これあってはならないことというふうに考えております。ご指摘のように感染者や濃厚接触者あるいは 本当にリスクを感じながら、現場で命を守ろうとして頑張っておられる医療、介護、こうした従事者の皆さん、そしてその家族に対する偏見や差別、あるいは感染リスクが高いと考えられる事業者への心ない攻撃、まさに問題となっているところでありますし、この感染者に関する情報の公開の仕方によっては、まん延防止に資する範囲を超えて、個人のプライバシーの侵害にあたる、こうした 場合があることも指摘をされているところでありますし、まさにご指摘のように、積極的にこう疫学調査を行っていく際にも、抑制的な効果を生じかねさせない、そうした生じさせかねない深刻な問題であると認識をしております。これまでもあの政府広報において、テレビスポットでですね医療従事者をはじめとする関係者への人権上の配慮を呼びかけ、また不当な差別や偏見を防止する取り組みを実施しているところでありますし、また法務省でもおいてもですね、 ホームページや SNS を通じて、こうした不当な偏見・差別を行わないよう呼びかけると同時に、人権相談の窓口も周知をしているところであります。あの昨日、偏見・差別に関する問題に関して専門家にご議論いただく、偏見と差別、プライバシーに関するワーキンググループの第1回会合を開催をいたしました。ここで、こうしたさまざまな偏見や差別に関する実態の把握、そして日本、政府だけではなくて、日本全体としてご指摘のように、 報道機関との関係も含めまして、プライバシーの尊重とです、ね、感染拡大防止をどう両立していくか、えー、しっかりとご議論いただき、えー、一定の取りまとめを行って、対策につなげていきたいと考えているところであります。えー、引き続きです、ね、えーまあ、それを待つことなく、広報による呼びかけなどもしっかりと取り組みつつです、ねえー、法務省、文科省、厚生労働省などを関係省庁とも連携して、対応してまいりたいというふうに考えているところであります。 新谷正義君ありがとうございますぜひ対策を進めていただきたいと、そのようにお願い申し上げます。え続きまして、輸出企業対策について、え重ねて西村大臣に、えその竹森参考人にお伺いをしたいと存じます。そして、えー、私の、えーまあ、地元企業で、マツダという会社があるんですが、このグローバル販売台数はです、ね、新型コロナウイルス感染拡大に伴う急速な需要減少によりまして、 対前年31%減という、まあ、こういう、えー、状況になっておるところでございます。経済活動の再開以降は、各市場の、えー、販売が徐々に回復しておりまして、生産量も順次増加しているとのことでございますが、コロナ禍で大きなダメージを受けたことには間違いがございません。さらに、日本経済の全体の状況を見ましても、2020年4月から6月期の GDP、これは前年比で年率27.8%。 縮小したとも発表されております1980年以降で最悪の落ち込みでございまして、えー、世界貿易がパンデミックの打撃を受け、日本経済もまた同じく大きな打撃を受けている状況でございます。そこで竹森参考人に、えー、お伺いをいたします。現在、日本経済は輸出企業も含めて大きな打撃を受けていることは間違いないと考えておりますが、今の,この世界も含めた現状分析についてお伺いできればと思います。 竹森参考人、お願いいたしま,すまあ今、輸出のことを非常に気にかけてるんですが、きのう、昨日ニューヨーク・タイムズ読んで驚いたのは、中国がです、ね、輸出がものすごく盛り上がってて、史上1位ではないんですが、史上2番目の,その記録だったで、それは中国が早くあの感染症対策を取って、一応落ち着いたところで生産再開ができている。 で必需品の輸出についてです、ね、中国以外に供給できるところがないというんで、かえってそのも、まあまあ、盛り上がってるんですね、で私は日本はその部品を中国にであの出してるんで、そこはよくなると思うんですが、まあ、これからです、ね、日本も早く感染を収めて、生産を再開して、それでまあ輸出を増やすということが大事、もう一つはです、ね、私、もう一つ驚いたのは、そのズームがですね、 利益をあの第2四半期に33倍増やしたっていうのがあってですね、これからそのアイデアに対して政府はサポートするべきではないか、なんでズームみたいなもの、日本の企業から出てこないのかっていうふうに思うわけですね、でこういうものはそのアイデアを使う分には全然その感染が広がるわけでもないんで、こういうことに対してその積極的なその支援をしていくべきではないかというふうに考えております。すみません えー、新谷正義君お大変恐縮でございますあの、質疑時間が迫っておりますことをあ<っ>あのよろしくお願いいたします。あ,ありがとうございまありがとうございました。まさに次を見据えた対策が必要であると、そのように考えております。えー、やはりこれはあの競争力向上に向けて、さまざまな対策が必要であると考えますが、西村大臣の見解を簡単にお伺いできればと思います国務大臣、国務大臣、西村康稔君。 あのご指摘のように、大企業であっても大変厳しい状況にありますので、私ども資金繰り対策、そして場合によっては資本性ローン、あるいは劣後ローンですね、それから出資なども含めて、枠組みをしっかりと用意をしておりますので、そうしたもの、そして今、竹森参考人からありましたように、新たな取り組みにチャレンジする企業に対して、ニューフロンテナに挑戦するところに対して、規制緩和であったり、また資金の供給であったり、 研究開発の支援であったりですね、税制予算制度改革こうしたものを通じてしっかりと応援していきたいというふうに考えております新谷正義君ありがとうございますぜひ強力なお取り組みをお願いしたいと存じますあと1問通告しておりましたが時間となりましたのでこれで終了とさせていただきますありがとうございましたこれにて新谷君の質疑は終了いたしました次に